前々から気になってはいたんですよ。男ならみんな気になるでしょ、自分のこれが精子観察キットというものがあるのは昔から知ってまして、でそれを実際使ってみたらどうなるのかっていうのを知りたくて、で実際に自分で買って試してみたい。そう思ったらやらないといけないよね。やりたいと思ったことやっていかなきゃ、人生短いからさ。運営さんに確認は取ってません。この精子検査キットを使うのは、これ精子が作れないっていうところのチェックのために使うというね。今回使ったのがですね、このシームってやつです。アプリで精子の濃度と運動率を測定し、基準値と比較できますっていう。で、実際にこれ中身を開けると、こんな感じでした。左上のこのカメラ、スマホのインカメあるじゃないですか。インカメの上にこれを載せるんですね。これ載せると顕微鏡みたいになってて、めちゃめちゃちっちゃいんですけども、ここに若干凹みあるの分かります？ここ。レンズの部分。マロ君の手の先。この部分に採取した精液をチョンって乗せるの。そうすると、ツイーッとこの表面全部にスーって入っていく。顕微鏡みたいな感じですね。まじプレパラートみたいな感じ。で、QR コードで測定開始しますよ、みたいな。で、これに、精液を採取します。正直、これが一番大変だった、私は。申し訳ない。女性が聞いたらごめん。だけど、これね、ちっちゃえんだ。このカメラのサイズ見てもらったらわかると思う。このカメラのサイズね、端から端まで多分ね、4センチもないんだよな。3センチぐらいか。で、これが 1.5 個分ぐらいだから、一辺5センチぐらいしかないの。ちっちゃいの。だから、ここに入れるのが大変だった。大変だったわ、マジで。笑っちゃったもんね。これ用意した時に、折りたたまれて入ってるんですよ。で、パカって開いたら、こんなちっちゃいのと思って。これに入れるのって、すごいね、困惑したね。そろそろ皆さんお待ちかねだと思いますけども、私の、実際に撮影したやつを見てもらおうと思います。静止画じゃないです。動画です。動いてます。5、4、3。